皆さんこんにちは、なっちです。今日はね、レイランですかね、一周したんで、はい、レイランなんで頑張ります。レイランなんで火が出てくるとこのパーティー厄介なんですよね。逆に砲撃出た方が厄介っていう、ちょっとこの動画にはありえない状態です。で、ボスでは火力配置の練習をしながらやりたいと思います。あのデビルダッシュと、デビルダッシュ確認してないんですけど、デビルダッシュを確認して、ありがとうございます。なんだっけ、このメフィストのベルダンディの動画撮った時はなんかずれてたんです。何言ってるかわかんない。デビルダッシュはずれてて、メフィストの方は確認してないんですけど、やっぱり慣れないパズルをするのが、なんて言うんですか、慣れないパズルをするのが慣れないということなので、ちょっと火力配置に慣れようということで頑張ります。気振ってこないで。あ、よかったよかったよかった。どうしようかな、ペルでいこうか。意外と減りますね、デビルダッシュの方の指針に慣れてると。体力多いイメージがあったんですが、これで倒せるかな。 OK です。怖怖怖、なんでここに来て殺しにかかってくるんです。火力配置ね、まあこのパーティー、いつも僕がやってるみたいに花火みたいな感じにして4つ隅に囲るだけでも強いんですけど、どうせならチャッキンチャッキンチャッキンとねやりたいので、おコンボ系のリーダーもどんな時でもミルフィーユ作ってしまう人なんでね。まだそこのところはやっぱ一番火力の出る配置をね作ってくださっている方がいるし、そのためにもねやっぱり使っていきたいですね、というのが最近の目標です。もうここか、今んとこ一回も事故ってないんでこのまま行けてほしいんですけど、何があるか分かりませんからね。あれなんですよね、カオスデビルドラゴンはトルネードホーリーと一緒で耐久性があまりないんですよね。強そうな外見はしてるんですが、まあ回復なしのダンジョンとは思えない攻撃ばっかりしてくるんですけど、今日なんかねドロップもねすごい恵まれてる、いい感じに木ドロップがあります。で滅びやですよね、お邪魔消すために使います。どうせ最後ベルダンディ使うんでお邪魔消すもクソもないんですが、よし、こっからだ。こっからが練習の時間。はい、なんか一番今まででスムーズに来れた。はい、ポンポンポンで使っちゃって、火が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個、9個か。ほいさほいさ、こうやろ。絶対違うよ、なんか違ったよ。またでも倒せるんだもん。下の方に余ってますからね、ひときわワン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 。くそー、いつか成功してやる。アレスかなんかで成功したんですけど、アレスじゃちょっとね。というわけで、明日のコーリング何か分かりませんが、またこの宝玉の動画のシリーズの課題は火力配置を覚えるってことでやっていきたいと思います。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。